はい、ということでね、私は今国道20号制圧枠をやっておりますが、こちらにね先っちょだけの富士山も顔を出しております。こちら笛吹きマスタードって書いてありますが、足湯があるんですかね。ここに面白い自販機があるというので来てみました。よっしゃい、これはこちらですね、笛吹きマスタード工房、こちらです。ただね、ちょっとほとんどが売り切れちゃってますけど、なんだこれ、ピクルス、トマト、きゅうり、玉ねぎ、にんにく、うずらマスタード、さつまいも、うずらの絶品ピクルス750円。これなんか見た目はちょっとえぐい気がします。マスタードね、プチプチ食感マスタード、カラメルソースね、伊沢温泉プリン、ハニーマスタードソース、こちら普通のマスタード、笛吹きマスタード、ということでね、まあ、ほとんどちょっと、ね、売り切れちゃってるんですけど、このカラメルソースだけ買っています。プリンが売ってないんで、マスタードソースかカラメルソースちょっと悩んだけど、カラメルソースをちょっと買ってみようと思います。このイラスト人気ね。じゃあちょっとカラメルソース、バケだった。想定外に出てきた、なんか瓶だけ出てくるのかなと思ったら、どういう感じ、これ紙袋に入ってる、え、これプリンじゃないんだ、え、これプリン。プリンくない、これプリン出てきた。カラメルソースってカラメルソースだけ売ってんのかなと思ったけど、あ、そっか、瓶割れ、でも他結構ね瓶のまま落ちてくるとかあるんですけどね、こういう自販機。買えました、ありがとうございます。これあれなんですよね、あ、そういうことか、これこことここがさ売り切れてるからさ、これ売ってないのかと思ったんですよ、プリン今日は。そしたらこれソースだけ売ってんのかと思ったら、この3つがプリンなんだ。買えた、よかった。あ、もう買えないと思ってた、こうプリンが有名だから。はい、ということでね、カラメルソースしか売ってないのかと思って売り切れかと思ったら、ちゃんとカラメルソースの上に伊沢温泉プリンって書いてあって、左3つが買えたみたいで、無事に買えました、ありがとうございます。こういうね面白い自販機、皆さんの家の周りにももし何かありましたら、情報をねコメント欄に教えてください。他にもねいろいろな枠をやってますので、もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。そしてね、最後に綺麗な富士山が朝焼けに染まっております。ご視聴ありがとうございました。あちゃーしゅ。